こんにちは。私も休憩タイムなのでちょっとショールームしようと思います。そう、肉と魚です。今日はディズニーで買ったトレーナー、パーカーを、そう、ディズニーのパーカーを着てます。こんにちは。背中はオンライン来た人限定でしか、見せれません。こんにちは。今日、あ、そうだ、メイクポーチ持ってくればよかった。どうしよう、メイクポーチ持ってこようかな。メイク今日15分で完成させたんで、もう全然できてなくて、薄いんです。今日めっちゃ薄くて、メイクをねしたかったんですよ。わあ、どうしよう、もうちょっと出したかったんだよ。スメイクもいいじゃん。本当いい、オンラインならではの。45分入りません。そうだよね、不具合だったよね。あとで来てね。かわいいよ、美人です。ありがとう、ありがとう、幸せだ。ちょっと薄メイクでもいいじゃん。いい、薄メイクで。みんながいいって言うから、いいって言うから、今日ちょっとお肌ツヤツヤ感でいっております。話したい、話したいよ、いいよ。休憩タイム配信とかありがたい、ありがとう、見てくれて。もぐもぐオンラインの詳細、あー、いや、なんかね、まだちょっとね、担当のスタッフさんに会えてないんだよ今日。ちょっと、そう、会えたらちょっと聞いていないんだけど、土日は帰れ、そうなの、え、楽しみな味、ありがとう。本当、オンラインでも会えるの嬉しいです。え、いや、もう本当に本当に、オンライン好きな人は結構いるんですよ。マニア、オンラインマニアの方が結構いらっしゃるから、いっぱい買ってくれて、そう、で、私はな、思うんです。だけど、そう、本当にね、オンライン好きな人がいてくれて嬉しい。なんか現場の方がやっぱね、好きな人多いから、オンライン好きな人いてくれて、愛知マニアでもあり、オンラインマニアでもある。そうそう、オンライン面接、そう、なんかさ、やっぱリアルの方が好きな人が多いからこそ、本当ありがたいなっていう気持ち。オンラインでもたくさん来てくれるのは、私ね、結構オンラインはなんか人数、まずオンラインに参加してくれる人口が多分本当に少ないから、あのリアルより、だからちょっとした、なんて言うんだろう、結構ラッキーイベントではあるかも。なんか、そう、人口が少ないからこそ、そう、覚えやすいっていうのもあるし、そうそう、
ね、現場はね、やっぱ現場でやっぱいろいろね、現場ならではの楽しさもあるんですけど、オンラインはなんか結構深い話ができたりもするし、なんて言うんだろう、ほんと二人きりの空間ですから、ふたふさ見てますけど、まあ全然気にせず話せるし、そう、会場とかだと結構なんて言うの、後ろの人がいたり、なんかスタッフさんがね、あの剥がしの方がいたりして、まあ本当に二人きりではないから、なかなか配信で話せないこととか、まあ直接でも全然話せるんですけど、オンラインの方があんまり気にせず話しやすいっていうところもあったり、すごくね、そうですね、オンラインはオンラインで良さもあります、すごく。そんなのオンライン長く感じ、確かにそれはあるかも。まあ本当になんか、まあ私のそうだね、まあ会社はでも気にならないんだけどね、まあ気にしようと思えば気にしちゃう、気にすることも できるくらいには人はいるよね。気にしてないけど別に。オンラインはやっぱレアな話もできる可能性もあったり、そう、あとプレゼントが劇場の方に久々に来たので、ちょっと劇場の方に届いてたので受け取れました。プレゼントがいっぱいありました、ちょっと届いて、最初に最後、もうイベントが今日はしてて終わりだからね。でもなんか、あっという間です、本当に。次のイベントください、待っていてください6月7月とかにさ会ってほしいよね、6、7、8とかそこら辺やりたいよね。あ、ホークスのファンの方多いかも。夏のシングルがあればいいんだけどね、夏曲欲しいわとか思ってたらさ、 B さん確かに夏だったな。でも夏じゃなかったよね、発売は。けど最近意外とまあ B さんで夏曲あったわと思って、そう考えたら夏のシングル出ないのかなとか思って、どうなんでしょう。そう、まあ6月7月にまあこうやってさ、なんかこういうイベントがあったとしても皆さんお財布的に大丈夫なのかなって思いますけど会えるイベントとかがあったら皆さん買ってくれるのかなって、大丈夫じゃないですよね。でしょ？でもそれでも早く会いたいんでしょ？早く会いたいですよね。まあ買ってくれる人は買ってくれるのかな。おしゃべりがなんとか賛成します。まあね、確か今が暑いから夏はもっと暑い、確かに。会いたいには勝てん会える人はまあ本当厳しいとか言いつつも、やっぱ来てくれる人はやっぱいますもんね。
本当にね、そうやっぱあの 会話が会話が大事だね。いつ会っても大丈夫じゃないから大丈夫ちょっとビッグマックをチーズバーガーに変えて節約かわいい節約方法。休憩中に配信する休憩中も、まあ確かに休憩がてら雑談してるよとか言って今日はもうずっと喋れてはいますが、オンライン目疲れるけど、まあ現地もね目が疲れるんです。なぜかというと人の目をしっかり見て話してるから結構目の疲れっていうのは溜まってるみたい。おしゃべり会にオンライン現地関係なく、こんにちは。借金作らなきゃ大丈夫って来てる確かに。確かに喉、目合わせてないけど大丈夫ですか。そうですか、合わせてますよ。こんにちは。昼ご飯をね食べましたけど、プレゼント届いてたな。マウジーですとか買ってくれた人誰だろう。いつもの方かな。またプレゼント買っちゃった。ありがとう。あ、今日すごい、そうプレゼント届いてました。すごく。おったいマスク送ろうか。送って。欲しい。めっちゃ欲しい。豪華なお弁当ね、美味しかった。ちょっと全部は食べきれなかったけど、ちょこっとだけ食べました。じゃあ送る。優しい。ありがとう。こんにちは。みんなお昼時ですが、ゲーム送る人いや、いないから、他にあんまり。嬉しいよ、少ないから、そういうの送ってくる人。お手紙もちょっと確認してみますね。プレゼントコーナーだけさっき確認したので、お手紙コーナーをちょっと。ちゃんと見て話してくれてますね。ごめんなさい、ちょっとツンしました。生意気なツンするのに生意気な。1751。1751、ありがとうございます。オンライン頑張って。違う、買うぞ。買って、待ってるよ。いつでも中も踊ってきてくれましたよ。でも
まあ、ななかの精神的不安定とか健康的な面でとか、まあ、そういうのじゃないというか、そう、本当にななかは本当に強くて素晴らしい子なので、そう、違うね。だからそう、まあ何があっても守ります誰って感じだけど、ななかの笑顔を守ります。本当にプレゼント、え、何をくれたの？プレゼント、なんか何を送ってくれた方かな？何を送ってくれた？精神的に病んじゃってとかじゃないから、本当になるかは本当に強くて素晴らしい子ですから、違いますか。そう、オンラインに参加してる場所、いろいろいるよ。今日も結構いろんなとこから、お家の方もいれば外の方もいて、結構いらっしゃる。村民は愛知を守りますみんなよろしくね。愛理のことを守ってほしい。守るとはって感じだけど、感じかもしれないけど、味方でいてください、ください。こんにちは、こんにちは。休憩タイム。え、雨降ってます？もしかして。そうだよね。愛知やばった。あ、本当だ。嬉しい。めっちゃ嬉しい。雨降ってるのかな。なんかさ、来るときちょっとポツポツ来てたから、もしかしてと思って。聞いてのお楽しみ。あ、九州雨か。ご飯食べましたよ。ちょこっと食べました。結構降ってたんだ。そうなんだ。職場っていうか、オンラインとオンラインの合間にちょっと5分ぐらいで書き込んだ。少しでも余れたらいいな優しい。プルプルです。お肌は良きです。コンディション良きでございます。なんかちょっとでもそんないっぱい塗ってないから、そう、あんま厚塗りしてないんで、素肌メイク、素肌感強めのメイクです。ちいかわの何かね。消化に良くないからよく噛む。私すごいいっぱい噛むんですよ。すごいいっぱい噛むんだけど、でもそんないっぱい食べてないから、そんなにいっぱい食べてないから大丈夫だと思う。ベッチーちゃん、いつでありがとうございます。甘やかしてください。あ、そう、透明感多めでいきます。オンラインは。こんにちは。
の時間は39か40 50分ぐらいになったら終わろうかなってちょっとメンバーがロビーに来だしたら終わるかもしれないのでこの後を待ってます。オンラインはいいですよ。でもそう今回買えなかった方と買わなかった方次にオンライン来てください。楽しいよ。昔みたいに握手会したい。握手会ね、なんかもう本当にアイディの今ファンになってくださってる方の8割方は8割、まあ、7割8割くらいは、握手したことがないのでみんなとハイタッチとか触れたことがないのでなんかそれが普通になっちゃってますけどね。今は本当に握手会そう一緒に握手してない方がもうほとんどになってしまっております。今ファンになってくれてる方そうですよね。ね指先だけでもET 会 ET イベントそうねえあったらどうなんでしょうね。ハイタッチ会もしたことないです。私マスク必須のままで危ない危ない確かにET 会握手したことあるの自慢したいレアっちゃレアではあるかも割とねえそうしたいね。まあ本当にしないで卒業しちゃったらなんかちょっと寂しい気はするけどね。そういう握手の力強さは大事って分かんない。握力は弱いかも。引っ張る力は強いかも分からないけどフ何ドリンク飲んだ。いいね。そうだ。推しドリンク飲んでます。いずきちゃん。何その回。6期まだ。そうね。ツーショット回。今日3組目でメイク薄いからかな。めっちゃ15分くらいのメイクでめっちゃ薄いです。めっちゃ薄い。しかもなんかお団子してるからね。ちょっと押さないか。ツーショット3枚そうなの。ツーショットとかちょっと懐かしく感じるわ。もうこんにちは。注射しあったじゃん。あ、そうだっけ。実はひっそりとママだった。ターさん、私のファンの方結構ターさんとかいるんだよね
さん、違う母さんか。そうなの？撮ってくれてるの？誰だ？本当に？確かにパーカー着てるからかな。確かに今日ちょっとディズニーパーカー。アメリカやの距離、確かにね。まあ握手会が距離近すぎたっていうのもあるかも、逆に言うと、ね、今ちょっともう柵が柵というかちょっと離れてるもんね。握手会に比べちゃうとね、どうしても距離がやっぱ違うっていうのはあるけどね。モバメ取れない？そうなんですか。あの板ねこんにちはね。アクリル板がないだけ本当に、そうそうそう、アクリル板が本当に邪魔すぎて、すごくあれは嫌だったわ。あのアクリル板本当に聞こえないんですよ。そうあったよね。すごい。舞台の練習まだです。本読みしました。この間リモートで1回だけしかない、まだもう少しでありますが、舞台も稽古も始まります。これはね、ほんと声が聞きづらくて、本当に喉が痛くなってみんなガラガラになっちゃってました。クリル板にマスクはもう聞こえん聞こえんです。アクリル板かマスクどっちかにしてくれっていう感じでは聞こえなかった。そうだから今は本当にそれに比べたらアクリル板がないだけ本当にありがたい。何言ってるかわからん問題そうね、ちょっと大変だったの。そうコロナはね本当にそうちょっと厳しい感じだった。本当に大変だった。それくらい徹底されてたっていうのもあります。そんな中でまあ会えるだけ本当会えることに感謝っていう感じで、お仕事頑張ってね。厳しい時代乗り切ってね、お互い本当みんなそうだと思うけど、本当にあの期間ってすごい長かったよね。ねえ、またそういうパンデミック系起きたら本当にみんな病んじゃうよ。またなんかみんな本当に病んじゃう人多かったですよね。病んじゃうというか、あの時期めっちゃ考え込んじゃう人とか多かったよね多分。ああいう時期になんか卒業を決心したみたいな人とかも多いじゃないですか。そうと、なんかアイドルに限らず芸能界にいる人とかで結構決心、なんかいろいろ決めた、考える時間ができてみたいなね。やっぱね、なんか時間に余裕がありすぎると考えすぎちゃう人も多いんだと思う。忙しいくらいが意外と考え困らないでなんか生きていけるのかもしれないんですけどね。医療に携わってる方もちょっと大変だと思うしね。本当にいろいろあったねあの時期。確かになんか人事じゃない感じだった。なんかやっぱお仕事にすごい関わってくる、みんな
なそうだったと思う。仕事に関わってきてたと思うんで、みんな結構ね、そのコロナがあったからこそめっちゃ忙しくなった人もいれば、全く仕事ができない状況になった方もいれば、でその人その人で本当に状況は違ったと思うんですけど、めっちゃもう本当にみんなが大変っていうか、なんか悲しいことばっかりだったよね、あの時期は。悲しいことばかりで、うん、でもそういう時期も経て、なんかいろいろ試行錯誤してくれる人が、そういうしてくれることが増えたり、なんかさ、例えばリモートグッズが増えたり、なんかリモートに対応してる機能が増えたりとかさ、なんていうの、オンラインで何でも買えたりさ、オンラインで予約できたり、オンライン注文とか、オンラインに特化したサービスをこうなんて発展させてもらえたところもあるじゃない。なんか非対面、対面しなくても受け取れるとか、いろいろとなんかできて、そういうなんかも進化したことも、あの前向きな進化もあったっていうのは、そう思いたいよね。そういうのはあったと。ショールームが紛らわしてくれました。私もです。ほんとショールームがあってよかったと思った。あ、そう、サインは書いた。オンラインとかもそう、なんかね、今確かにマスクとかもちょっと、今でもちょっとね、確かにちょっと気にしちゃったりするよね。そう、オンラインができて良かったところもあるし、そうそうそう、進化、確かにね。コロナの時期にこう見つけてくださった方も結構いたし、そうそう、本当に、ミニケンからレッスン着、あー、ありがとう、長袖だよね、ありがとう、やるじゃん、やるじゃん、ありがとう。あ、52分か、本当にすごい期間を乗り切ったし、そこがあったから。でもまあそうだね、そう、忍耐力が忍耐力がある、あったと、あるっていうか、忍耐力をなんかより身についたところもあるかもしれないね。もうそこを耐え抜いたから、ほんとね、ありがとうございます。こんにちは。確かに使ってないマスク結構ある。あ、確かに、すっごいみんな箱買いしてて、劇場に送ったプレゼント誰から届いたのか分からない。そうね、あのプレゼントの中になんかメッセージとか名前を入れといてくれてたら大体は入ってるんですけど、まれにちょっと分からない時もあるんだけども、大体そのメッセージ入れてくれてたら、名前とか入れてくれてたらね、大丈夫なんだけど、どんな会話？全然あのいろいろいろんなジャンル話してますそう、メセカもありがとうございます。そう、嬉しいです。本当チャットとかに送ろうかな。
モザイクかけてありがとうございます。メッセージなしのプレゼント あったりする時もありますね。ありがとう、嬉しい。マウジーの T シャツとか靴とかなんかいろいろスナイデルホームの洋服とかパジャマとか、なんか届いてたりしました。そうそうそう、直接だとね、業者から直接だと確かにくれないよね。それはそうかも。まあそれはちょっと言ってください私に送ったよ、あれ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 送ったよ、まるまる送ったよとか教えてください。競馬はまだやってますか？やってるんですけど、今日と明日でちょっと、まあ明日本当ギリで、ギリじゃないけど、直前まで悩むというか、まあオッズとか見たり、あでもギリもちょっと買い忘れたら怖いので、本当にお昼までには決めたいところでもあります。明日のこれは意外で驚いたプレゼント。ゴミ袋とか欲しいって言ってたんで、私すごいありがた送ってくる。あとキッチンペーパーとかお鍋とか圧力鍋とか来ました。キッチングッズ、私は引っ越したからね。そうそう、引っ越し祝いでくれたりしてびっくりしましたけど、そうそう、日用品足りてるやばい、なんか足りてないのとか、あそう話せればとか、もう確かにたまにメンバー届いてるよ、ね、何かな。日用品はやっぱ嬉しいですよね。まああってそんなしっていう感じで、指定の層ゴミ袋なんです。プレゼントはあの本当に鍋、あ違う違う、鍋じゃない、電気系、電力っていうか電化製品、電化製品と化粧品とか食べ物とかな、液体とか、そのうん、電化製品、そのディファールの圧力鍋だったらいいんですけど、電気が入っちゃってるとダメかも、ダメです、ダメみたいです。生活用品多めで、他のプレゼン、あ他のメンバーへのプレゼント見てそれ欲しい、あそれこそ、そのゴミ袋はエミさんがもらってて、ファンの方から、それあれなんですかとか言って、いいなゴミ袋、ちょっと高いしねっていう小屋袋高いしね、福岡高いんだよねっていう感じで、そう話してて、でも送ってくれました、ファンの方が本当に。そうそうそう、チケット、うん、そうチケットとかダメな、ね、そう消耗費はね、いくらあってもっていうか、もうなんか仕送りみたいで仕送りしていただいてるよ皆さんから、なんか本当にそう。金券もダメだね多分。小袋喜ばれるんだちょっと高いからね、そう福岡高いから、ちょっとそうなんです。まあ嬉しいな本当、欲しかったなってやつなんだろう、うん、洋服とかもやっぱすごい嬉しいってかも、すごくきますね。スタバカードとかもダメかなお米とか野菜送れたらいいのにえふるさと納税みたいな、なんかすごい、今はすごくゴミ袋は、そうそう、そう1万円で、うん、そうなんです。
まあでも私そうですね、そんなあのなんだろう何でも嬉しいんですけど、本当無理して送らなくて大丈夫です。皆さん無理せず送らなくて、無理せずでお気持ちだけそう、本当生活厳しいんかって思われそうだからいやまあうん、あのもらえるなら嬉しいっていうか、ありがたいに越したことはないんで、ありがたく使わせていただいてます。めちゃくちゃ助かってます、そこは、うん、ってことですね。本当に面白いね。パチ稼いでる？稼いでる？いやー稼いでるっていうか、その私はもうずっとマイナスでしかなかったんで、赤字っていうか、神奈川からこっちに来た時点であの親のすねかじって生きてたんで、ずっと研究生時代が長すぎて親のすねかじりすぎて、もう恩返しすらできてない状況なので、稼ぐっていうかもう、もっともっと貯めないと、そう大丈夫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 かわいいザーちゃんたちが来ました。はい、そろそろ終わります。皆さんありがとうございます。そろそろ終わろうかなって思います。じゃあありがとうね。いや私もちょっとお仕事頑張って、やっぱそうそう、もう本当にとてつもなくさ、お金かかっちゃった人なんで、私本当お金をみんな家族にすごくもう助けられたんでね、本当助けられたっていうか、もういっぱい何年も支えていただいちゃってたから、申し訳ないくらい家族に迷惑かけ、迷惑っていうか負担かけてしまったから、もうダメです、もういっぱい返さないと、私そういっぱい返していかないと、だから、ま、満足せずに働いていっぱい親孝行します。はい、旅行とか、うん、なんか連れてったり買いたいものいっぱい買ってあげれるくらいなりたいですね。頑張る。はい、弟も多いので、私はもう買ってあげたい、いっぱい本当にね。そしたらね、ちょっとまだまだ足りないです、いっぱいもっと貯めなきゃありがとうございます。じゃあランキングはまず13位ヤクさん、12位アルマルちゃん、11位ズッキーさん、10位丸くなってさん、9位クロちゃん、1位ヤスさん、7位コボコバ、6位タータンさん、5位ドマさん、4位 MJ さん、3位アオイちゃん、2位フォクピグさん、1位タイちゃん。お、皆さんいっぱいありがとう。ちょっとお仕事中の方もいるかな、うん、13位以降の皆さんも見てます、見えてます、ありがとうございます、いっぱいありがとう。あ、引き続きはい楽しんできますよ、おしゃべりか、ありがとうね。ではでは、あ、あのあれ欲しいですね、ウェットティッシュ鼻セレブ足りてます、割とありがとうございますおもろ、締め方おもろ、じゃあねー、バイバイ、またねー。